どこやどこや。カオスベリー、わきも。ダンランクっていうのはもうお宝の数のみ？見る部分はお宝の数のみですか？ありとあらゆるものを総合しての評価じゃないんかな。さあ行こう行こう。龍石はどこだろう、探しに行くぶ。このびっくりマーク何？え、このびっくりマーク何？何やろ何やろ、え、わからん。わからんけど、こっち行こう。テイリア氷雪島、クリスタ湖畔。新しいとこや。行こう行こう。到着。お、あなたがトマソンの言っていたアイランダーの方ですね。トマソンと我々は以前車掌としてカンパニーで働いておりました。後にトマソンは社長に就任しましたが、未だに車掌として振る舞っているようで。私の名はエドロン。おっと失礼。私の名はエドロン。かつてこのエティの車掌を務めておりました。カンパニーが再び活動を始めたと聞き、復職すべく参上した次第です。ターミナル駅の復旧によって、この駅が再び使われる日が来ましたのでね。あなたならば、この地にある他の駅も蘇らせることができるでしょう。聞いていただけませんか？礼は用意させていただきますので、もちろん。あなたのような素晴らしい方と会えたことに感謝しなくては。テイリア氷雪島には、この駅の他に、氷河の駅と雪の山麓の駅があるのです。駅にいる駅ボットの要求を満たして、それらの駅を蘇らせてください。あと、駅の復旧に必要なものを差し上げます。駅ボットに渡していただければ。マヤはエドロンからブラドコーツを1個受け取った。いや、これなんや、ブラドコーツさ、ここからゲットする以外にあるん方法。すべての駅が蘇ったとき、改めて私から礼をさせていただきます。それと、もし地上に降りたいようでしたら、そちらのエレベーターをご利用いただければ。でも、駅復旧させたらさ、お礼があるみたいな内容だけど、一つ駅復旧させたら、なんかお礼もらえるとかじゃないかな。ブラドコーツが欲しいんやけど。だって今のところあれ、駅ボットに話しかけて復旧させて、電車が走るようになっただけでお礼は別にもらってないもんね。この駅にまた列車が来るようになるとは、昔のことを思い出しますのじゃ。あの時はわしも若かったの。今がどれぐらいの年齢なんだかわからんけども。降りますか。商売と行こうか。こういうとこでブラドコーツ売りおらんのかな。いやどうも、久々のお客さんだ。寒い中待ってた甲斐があったってもんさ。これからもひいきにしてくれよ。それじゃあ商売と行こうか。買いに来た。え、あーっとブラドコーツかと思った。オレンジジェムいらねー。ないな全くないな。とりあえずこっから一番近いのが116か。じゃあそこ行くかな。キュートスライム、いいね、かわいいね。間違えた。行くぜー。ツンドラキーかわいいやん。ん、なんかあそこ入れそう。まあ今はいいや。え、待って、これは一体どこにマークがついているんだい。あ、これですよね。落ちた落ちた落ちた。クソ、いけんかったわ。乗れんかったわ。あれ、さっきの、あ、これか。あと50。あれはモンスターだね。ツンドラキーか。どこやどこや。カオスベリー、わきも。混沌の気配をまとわせた木の実。料理の作成などに必要。絶対嫌なんやけど、触りたくもないね、あんな。水中花の蜜。水の中に咲くという花の蜜。玉の作成に必要。何？近い？お？あれやん。なった。女王様がおるやん。お久しぶり。アネモン様は古代の謎に興味があるのだ。近
どこや。シルク草、ツヤツヤの絹が取れる草。料理に必要なの。どの辺ですか？ナイトメアリーフ、なんか綺麗。悪夢のような深い闇を得た数波。料理の作戦などに必要。あ、あそこや。あった。レッドベリー、食べると辛い、赤い刻み。え、辛いんや。え、甘いんかと思った。ここっすね。まあ、やっぱね、一個はね、金の宝箱欲しいよね。イェーイ。盾やないん、盾。どうも。まやさん、こんなところでお会いするなんて。ごめんね、すぐ隣で、お宝探し見つけちゃったわ。え、私ですか？今はこちらの石碑を調査していたところです。この竜の大地には、大地の秘密が記された不思議な石碑が世界のあちこちにありまして、私だけだと手が回らないので、私の配下の親衛隊の者に石碑を調査させているんです。ただ、なかなか報告に戻ってきませんね。少し心配になってきました。そうだ、旅の途中で私の親衛隊の者と会ったら、彼らの話を聞いてあげてくれませんか？了解了解、いいよ。頼まれてくださいますか？あなたならそう言ってくれると思ってました。私の親衛隊たちは各島を調査中なので、探して頼みを聞いてあげてください。調査対象の島はセナック火山島とツバイザ草原島、クフィ砂漠島です。それとは別に各地にある石碑を見つけたら調べておいてくださいませんか？きっとあなたのためにもなると思うのです。そこの石碑も調べてみると良いでしょう。よろしくお願いしますね。それではマヤさん、頼みましたよ。了解。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヤには読むことができなかった。アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。あ、読んでくれるん、ありがとう。すべての生物には宝のありかを感じる力が備わっている。ファドラはそれを目に浮かべる力を、マドラはその方角を知る力を持っていた。ん？私が今使ってる力じゃね？今ので一応、ま、クリアなんか？数字は消えたけど、次あの210何本のところやね。妖精の粉、妖精の羽ばたきで降り注ぐ粒子。あれは、この裏側か？お、大丈夫？危なくない？あ、あっちの150ぐらいのが近いぞ。って言ってもなんかいろいろと、お、ん？あれは風船やな。ね、風船あった、風船。これジャンプでできたりとかせん。えへてか凍る、絶対凍る、こんなん。さっきなんかめっちゃ近くに宝箱あったっぽいけど、どの辺や。ん？なんかこっちの、あ、そこに宝箱あるわ。でも銀やな。反応したのは多分銀じゃないやろ。オレンジジェム、魔力を秘めたオレンジの鉱石。玉の作成に必要。まあ、一応銀も取って帰るけどね。イエーイ、ゲット。うわ、すげえ。なにこれ、ちりとりみたいにしか見えんかった。絶対違うやろうけど、ちりとりみたいにしか見えんかったよ、私には。すぐ近く。どれや。水の上とかある？こっちではない。どこや。とりあえずあの数字目指すか。目指しますか。こっちの方行ったらマークがなくなったけん、こっちはまあ違うんやろうな。上がらせて。どの辺や。こっから抜けていったらありそうかな。ん、思ってたんと違う方向に曲がる。あ、いや、いい感じや。え、どこ？あっちか。結構遠いな。あ、でもなんか、駅がありそうか？あ、あれ駅やないん。ほらほらほら、多分あそこ駅ボットおるよ。え、てかここは、駅は何個って？一つ？
ふう、教えよ。ん、なんか近くに宝箱あったんやないん。あ、ある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 。え、どこや、この下か。ここやな。銀銀じゃーん。やったぜ。なんこれ、なんか歯車みたいなの。ちょ、もう近いけど乗らして。ちょっとでもね。凍てついた化石、氷に覆われた古い化石、玉の作成に必要。お、駅ボ取った。話しかけるぐらい話しかけさせて。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。いてついた化石、あと1個。待って、あと1個あったらいけるってことは、その辺で多分ゲットできるやろう。え、どんなやつやった。え、どんなやつやった。いてついた化石が取れるやつ。ん、なんかまた近くに。これか。今回もいっぱいあるよ。やったね。イエーイ。値打ち物だな。何これ。え、なんかめっちゃ人じゃない。めっちゃ人の姿しとったよ今。じゃ回復しよう。回復、いや、まあ回復せんでいいか。これで帰ろう。はい。いてついた化石。はい、ブラドクオーツ。オッケー。めっちゃ棺桶のマークあるんやけど。建物の上に風船ある。氷河の駅が復旧し、行き先として選べるようになった。これ上に行かんといかんね。ちょっと待って、やっぱり一回回復しとこうっと。本当やったらね、金の宝箱が二つあったはずなんやけど、今回めちゃくちゃ落としまくったけん。とりあえずここで、ね、あの上どうやって狙うんだ。あの上はどうやって狙えるんだ。どこから狙うんだ。あ、この辺から上がっていける、もしかして。ほら、上がっ、え、無理か。待って、見て、あれ、キングスライムとクイーンスライム。夫婦や夫婦。かわいい。じゃ、この辺いけるかな。あ、いけそういけそう。で、ここで上がっていけばいいんやろ、きっと。おぉ、びっくり。いけんかと思った。ほら。待って、滑り落ちんといてね、私。ほら、いけるよ。いい。ふぅ。ふぅ、いけた、いけた。じゃあ、とりあえず、帰りますか。ここから。あれ？はい、来た。え、風船ってさ、全部とかじゃなくて10個とか決まっとったよね。今どれぐらいなんやろ。さあ、帰ろう。帰って鑑定するブー。はーい。ただいまーっと。とりあえずはあれなんかな。さあ、鑑定です。あの、一個ずつ、一個のブラードクォーツが必要なとこしか復旧はできんって感じなんかな。これこれこれ、どういう状態なん。なんか人なんやけど。アイラ？初めてのお宝だぜ。アイラの像。すごい。剣のさえも持つ一流の踊り子の像。めっちゃすごいやん。468,000。すげえな。ってことは、私が落としたやつもなんか人やったよね。何やったんやろ。キーファとかもあるんかな。傷あり。ねえ、アイラ飾るや。ねえ、めっちゃ飾りたい。今あそこ多分、スライムなんとかを置いとるはずやけん、ちょっと変えようや。てかこれ1個しか飾れんの。
絶対もっといっぱい飾れるようにした方がいいよ。なんか増やせれるんかな。ここをほらもう圧倒的これにしよう。私これがいい。出展ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、アイラアイラ、良きっすね。はい、マイトレジャーに。え、かっこいい。え、めっちゃいいやん。ほら、良くない、良くない、良くないね。これこれこれ、あ、こんなとこまで登ってこれた。ちょ、調べるっていうボタン邪魔やな。でもいい、綺麗。良き。はい、で派遣終わった。ちょ、なんかいいものある、いいもの。やっと帰れた。お、大成功。仲間たちがお宝を持ち帰った。あ、すごい、ちゃんとお宝、ウサギの尻尾。わ、なんかあれやね、質感が結構ちゃんとふさふさがわかる。ウサギの尻尾をかたどった幸運のキーホルダー。昔からね、可愛いなって思って好きなんよね、ウサギの尻尾。いいのか、はい、もう一回行ってらっしゃいまし。何回でも行ってらっしゃいまし。これレベル上がりよる、上がりよらんのかな。どんなようだ。いや、いいです。で、こっちもなんか新しいことがありそうですよ。はい、誰誰誰、お仲間の候補です。とりあえずツッキー、え、いけんな、誰もいけんな、まあ、ツッキーが増えたってことか。さて、はい、オッケー。じゃあちょいさらに行きましょう。